もアルセナオです。はい、どうも、シャルデカです。というわけで、はい、夏休みに残りがちな宿題ナンバーワンといえば何だろうか。俺はポスター制作俺中学生ポスター制作俺ガチで嫌や。それあるあったっけ。他は自由研究。あ、自由研究、はいはい、はい、ありますね。はい、まあそんな感じで、はい、読書感想文。あ、それか。これがね、あの世の小学生が最後の8月31日に残る宿題ベスト3、ね、と言われてます。このなんか原稿用紙何枚とかね。はい、ということで今回はですね、まあ、我々も、世の小学生の気持ちになって読書感想文をやりたいんですけども、はい、我々大人だったらもう正直簡単に書けちゃうわけですよ、はい、まあまずテクテクしそう。もうテク知ってるからさ、上で丸止めて開業するとかそれは誰でも知ってるやつ起承転結、序論本論みたいな、はい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 、セオリー知ってるわけです。まあ、それはもう知ってないと判断には来れへんからね。というわけで今回の企画はですね、おじさんがどんな本でも読書感想文書けるんじゃないの。イエーイ。夕闇風になっちゃったね、今。ごめん、今俺惑星ループドッキリしてた。これね、惑星ループドッキリ、竹の子ドッキリね。そうということで、はい、こちらにですね、おそらくめちゃくちゃ書きにくいであろういろんなジャンルの本があります。はいはい。まあ、野田さんにこれのね、まあ、番号を言ってもらって、俺らが言った番号の本をじゃあ書きましょう。1個あたり30分とかじゃん。そうやな、そうやな、30分ぐらいが現実的じゃん。1から7までやります。結構俺そんな勝ったんや。どりどりどりしどりし、おい3、こちらです。あ、おい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 、だるまさん、だるまさん、だるまさん、これいけそう。だるまさん、なんか電眼さんにも親近感ある。ちょっとちょっと天眼に似てるところがやっぱ電眼さんやっぱ久しぶりが俺はじゃあね、6、これです。出た。いや、えぐすぎる。それすげえ。え、よく見つけたね。これ俺ちなみにこれ読みたい。これ結構読みたい。これいや、マジで俺一番嫌いやわこれしかも今乗り換え案内全てこと足りるけど、これオタクが読むやつだから。はい、はい、というわけでじゃあ、メイキタマスの水サマーバケーションメデュケーションスピーキングトゥルース。楽しそう、普通に。いや、これも企画楽しい。一応ノルマ3ページでノルマ3ページね。オッケー、とりあえず3ページだと思う。いきます。はい、じゃあ次についてよーいスタート。期間末号。お前タイトルから先に書くなってちょっと読めやお前すぐ読めるやろ。待って、これほんまやばい。読み終わったって話する。なぜかしてるよ。いや、ほんまにグッ。え、泣く子も笑った。泣く子だ。笑ったそれ、笑った。あのな、これ笑ってないっていうのがやっぱり大人になってしまった証拠かもしれない。ああ、お前それな、これマジ YouTuber やめた方がいい。やめた方がいい。あー疲れた。なーいがー。まあ今からですね、これを2人で発表するんで、はい、よかった方が感想文王ということで。あ、オッケー。で、負けた方は残りの本で感想文書くっていう一冊。タイトル、だるまさんがのがについて。女子商店当ててるんや。専務 DGA。 今回私はだるまさんがと呼ばれる作品を読み立て祭りにたまった。お前それで文字数稼ぐない。構図は1ページ目でだるまさんがという振りをした後、2ページ目でプシューッと縮んだりビヨーンと伸びたりするようなだるまさんの変化を表している。おそらくこの変化に対象年齢の子供は爆笑するのであろう。爆笑だよ。この作品は一見そのだるまさんの変化で笑ってほしいという意図だけに思えるが、私はちょっと待てよと思う。思う。この作品で大事なのは本当にそこなのか、いいのか。それで何度も自問自答を繰り返す日々を送った。所要時間30分。そして私は気がついた、この作品の本質に。この作品の本質はだるまさんがのがの部分だと思う。このがにはだるまさん自身の意思がとても感じられる。例えばもしこの作品がだるまさんはとわであった場合どうなるか考えてみよう。わーです。わーだった。
その物語の視点は第三者であり、第三者がだるまさんがドテッと転んでるのを見て、あ、だるまさんは転んだというのである。しかしこの和をガーにしたことでだるまさん自身に魂があり、自分の意思によって転んだ、つまり本来無機物であるだるまさんがあたかも生きているかのように描写し、どんな無機物であっても生きているのだから大切にしよう、それだけ尊いものなんだということをたった一つのひらがなガーで表現したと言える。めちゃくちゃ冷静だ。この作品においてだるまさんは生きているのだ。子供にこの話を読み聞かせるときは、命の尊さや物を大事に扱う大切さも同等に教えることでいい子に育つのであろう。めっちゃ聞くだけ解釈してる。めっちゃええように言うてる。私とて例外ではない。この時点私とてマジでお前をそこまで学んだ。この作品にはそれだけの魅力、価値があるということを大阪大学大学院まで出たにもかかわらずYouTuber という選択をした私だからこそ感じた。この読書感想文を書くにあたってさまざまな方にお世話になった。カガオチャンネル、カメラ、オフィス、机、紙、ペン、そして何より全ての事物に感謝させてもらい、私の感想文といたします。最後に一言、人生は冒険や。以上でございます。急に出てたよ。いやでも素晴らしい。いやだから衝撃的にスタートしてね。ビビった。いや、やだよ、俺もう出したくない。素晴らしすぎて。どう？ちゃんとまとまってましたね。いや、まとまりすぎててさ。いきます。背景横須賀線。残念6名。なんで本名。ファーシュピピピピ。昔風呂上がりに父がよく言っていた言葉だ。電車は我々にとってとても親しみのある乗り物で、生活にはなくてはならないものだ。数分のダイヤの乱れが数千数万の人の人生を狂わせることもある。そんな身近で命がけの使命を果たす電車に興味を持って、今回私はこの本を手に取った。おおおおおお。まず驚いたのはこの本の重量感。昔読んだハリーポッターのような感触で持ってるだけで満足しそうになりました。とりあえず僕は1ページ目を開いてみました。するとどうでしょう。目の前には数字の洪水。思わずそっと閉じました。あ、感想文からね。深呼吸、高鳴る鼓動を抑え、もう一度開く。目に飛び込んできたのはタマプラーザという駅だった。もう少し読んでみましょう。それ絶対書かんでいいから。パラパラとページをめくる僕。読んでみると第一章が主な駅の構内のご案内という主要駅のマップでした。ぱっと見高松駅が一番しょぼかったです。俺ら UFC 高松行くから、言わんとったね。次はスマート EX の使い方とかを書いてました。書いてました。事実。これは最近流行りのネット予約ってやつで、近年の日本によく見られる電子マネー化の一環だろう。ちょっとかっこいい。今の日本はどんどん主なコミュニティがネットに移行するようになった。その結果、人類の中にはネット上だけで生きり倒す陰キャという呼ばれるものが増えたり、カメラの前でしか喋れない YouTuber という職業が現れた。この簡素で温かみのない電子的なやり取りが今の若者に本当に必要なものなのだろうか。いな、今必要なものは生身の触れ合い、生身の文字である。読書感想文も今の時代に合わせるのであれば、本当はワードで提出させるべきである。そもそも、ね、書かすなってことだよ。しかし先生があえて紙媒体にこだわるのは、人の文字に宿る温かみを知っているからではないだろうか。そしてそこを気づかせることがこの宿題の真意ではないか。感想文やんなこれ。自己評価どこ行った。そしてこの本は日本人が忘れていたそれを思い出させてくれた大事な一冊である。そう思ったところで、私はこの本を静かに閉じ、空を見上げた。本の行方は誰も知らない。ラジオチックに最後の売ってしまうというオチなんです、実は。ああ、そういうこと。そういうことか。
ということで、僕たち2人のね、発表が終わったということで、まあ、本ちょっと出しとく。でも普通にでもなんか楽しかったけど、ね、楽しかった、これ全然。でもなんかマジで目つぶって取った本だけでしか読書感想文書けませんっていうのをぜひ、はい、小中学生でやってほしいなって。やってほしいよ、うん、はい、ということで、じゃあ野上ちゃん総評ください。総評でも2人とも、うん、普通に作品としてレンガーさんどういう感じだった？レンガーさんは話題ページ分析とか。ああ確かに、全ての事物に感謝したい。誰はそこまで来ちゃった。2ページ目でこっからもうマジで書かんでいい話だから。YouTuber で8文字稼いでる。それだ、 YouTuber で。俺も言うんだけど8文字稼いでる。結構稼げるから。アナオさんは父さんヤバいって感じ。そうだね。センター小説も始めたことありそうやな。あ、でも背景に対して敬語がないっていう。あー、そこ。というわけで、今回の読書感想文選手権勝者は、どっちも負けでどっちも罰ゲームとか話してた。どっちも負けパターン、負けってか、どっちも面白いから他の方も見たいなっていう。あ、そういうこと。あ、そういうことね。でもそれって一番の価値やん。一番の価値やん。読みたいから負けてほしいっていう。まあ俺全然もう一つ平和じゃん。平和やな、平和じゃん。感じで、はい、というわけで、どんな本でも意外と読書感想の書ける説は意外とできるということ。意外とできましたね。意外とできるということで、今回の説を終わらせていただきます。はい、ということで皆さん、旅行の際にはぜひこれを持って行ってみてください。赤ちゃんに命の尊さを伝えたいときは、ぜひだるまさんがを使って濁点大事。濁点大事。